こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、ミルウォーキーのパックアウト引き出しタイプとキャビネットタイプ、とても人気の商品なんで、こちらを今日はそれぞれご紹介していきたいと思います。ミルウォーキーと言いますとね、はい、このように縦にね、連結してですね、車で移動したり、ね、現場で移動したりするときに箱がね、固定できるというのが魅力でね、いろんなタイプを組み合わせて使っていらっしゃるかと思います。その中でもね、人気のこう引き出しタイプなんですが、まずはこちら2段タイプをねご紹介したいと思います。はい、こちらね、2段の引き出しタイプになります。気になるのはここのバーね、気になりますね。これですね、引き出しが飛び出さないように押さえてくれるバーなんですね。車の中とか移動中にね、誤って引き出しが飛び出さないようにね、しっかりロックしてくれてますね。嬉しいですよね、こういうのね。でこのバーを開けてですね、こうピロンピロンとならないように、ここにね、見えますか、スライドして収納することができます。はい、こういう気遣いもね、さすがですよね。はい、そしてね、引き出しタイプ、このようなね、2段になっておりまして、1段分ですね、このように仕切り板がついております。はい、まあ使えてもいいですし、使わなくてもいいですよね。まあ気になる寸法なんですけれども、このようにね、ちょっとこう仕切り板をつける、こう出っ張りがありますんで、ここの出っ張りのところでね、測っていきたいと思います。はい、出っ張りの部分でいくとですね、横幅が約400ミリですね。で奥行きがですね305ミリぐらいですかね。で高さですけれども、まあ一番深いところで130ミリで、ちょっとね、ここに仕切り板のね、つける出っ張りがありますんで、ここが、ちょっと高くなってますんで、ここの部分でいくとちょっと10ミリぐらい減らしてですね、まあ、約120ミリぐらいと思っていただければなというふうに思います。はい、こちらがですね、2段の引き出しタイプです。続いて3段タイプをご紹介しますね。はい、こちら3段タイプ、ね、2段とともに、ね、人気のタイプになります。こちらも、飛び出し防止のバーがあります。はい、でこちらもね、1段分、このように仕切り板がついております。まあ使ってもいいですしね、使わなくてもいいです。はい、そして寸法ですね、引き出しの寸法、まあ、横幅とね、奥行きは一緒で、深さですね、深さ、はい、一番深いところで80ミリぐらいと思った方がいいかもしれないですね。はい、出っ張りの部分でいくと、まあ、70ミリぐらいという感じになります。まあ、コンベックスでね、ちょっと少なめに測っております。はい、はい、こちらがですね、3段引き出しタイプになります。続いて最後、キャビネットタイプをご紹介します。はい、最後こちらキャビネットタイプですね。キャビネットタイプの魅力はこの跳ね上げ式の扉ですね。はい、ここのね、黒い取っ手を上に引き上げて手前に上げると、そしてギュッと蓋は収納できるということでね、本当ね、こういうところいいですよね。でこれだけ間口が広いので、まあ、大きなものをね、取り出せることができます。上に工具箱がね、積み上げてあっても、このように跳ね上げ式で中のものを取り出せるというのがね、魅力のキャビネットになっております。こちらはですね、まあ、このように縦に連結するのと、後ろにもね、このように爪がついておりますので、マウンティングプレートをね、壁に取り付けたりして、そこに取り付けることもできます。はい、まあ、いろいろとね、使い方ができると思います。こちらキャビネットなんですが、こちらも寸法をね、ご紹介したいと思います。まず横幅ですね、横幅、ここの出っ張りの部分でいきますと、まあ、約410ミリぐらいです。そして、高さですね、高さもここの蓋の部分ね、ここの蓋の部分でいくとどうでしょう、240ミリぐらいですね。で奥行きも出っ張りの部分で、いくと、まあ、約290ミリと、そんな、寸法感になっておりますのでね、入れるものの参考になればなというふうに思います。
はい、こちらキャビネットタイプでした。はい、いかがでしたでしょうか。ミルウォーキーのパックアウトのね、人気の引き出しタイプとキャビネットタイプになります。使用用途、入れるものによってね、お選びいただければなというふうに思います。こちらの商品はですね、とても人気のある商品で、お店にも在庫があったりなかったりしますし、お待ちいただくこともあるかと思いますが、ご注文いただければね、確実にお届けできるかと思いますので、ないときはお気軽にご予約いただければなというふうに思います。納期がですね、本当に数ヶ月お待ちいただくこともあるかと思います。まあ、そこはね、申し訳ございません。ご了承いただければなというふうに思います。はい、ということでですね、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、ミルウォーキーパックアウトの引き出しタイプとキャビネットでした。